どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。いつも皆さんコメント高評価ありがとうございます。この栄冠9の動画いつも楽しみですという方はぜひとも高評価押していってください。さあ、ということで今回はついに予選に行きましょう。練習試合、アイドルといろいろと盛りだくさんでしたが、もうかなり1年生ももう6月ですでになんか育ったので期待できるんじゃないでしょうか。ということで行きましょう。さあ、大沢が選ばれてます。これで大きな得能を手に入れれば、この大沢レギュラーありますね。降格、手に入れたらレギュラーだぞお前こういうことが起こるんですよ、栄冠9って。栄冠9ってね、こういうことが起こるんですよ。いや、こういうことがね、栄冠9起こるんで一つ面白いと。はい、さあ大沢レギュラー来ました。もうショート使うね、これじゃあ。じゃあこれもうショートでレギュラーだねと。降格からの降格。そしてなんかいいタイミングで川澄のシンカーが上がったんで、まあ、これも使おうかな。こういうこと起こるんですよ。これが栄冠9のね、一種醍醐味みたいなね、ところありますよね。こういうこと起こるんですよ。いやー、こういうこと起こるのか。大沢、なんか大沢レギュラー、ってなると小平レギュラー厳しくなってくるよと。いや、まだわかんないよ。まだ合宿もあるし、いろいろあるんで、まだわかんないっす。まだ何が起こるかわからないので、期待してやっていきたいなと思うわけなんです。やっていきましょう。あー、これの弾道上がってからでも、まあまあいいか。そんなに慌てるでないと。お嬢ちゃん、そんなに慌ててどこへ行くんだいと言われてしまうので、どんとね、胸張っていきましょう。まあ、小平もだからまだ合宿次第では分かんないですし、本当に楽しいですね。はい。まだまだ何が起こるか分かりません。ということで、やっていきましょう。早くエラー消してね。そう、本当にちょっとプロ野球選手止まっていかないと大変だと思います。いや、でも降格ついたらもうさすがにっていう感じは僕の中ではありますけどね。はい。いや、大沢熱い。降格持ちのショートに、いや守備いいですからね。まあ来年いきなり本当にショートを任せられるという、そういう利点もある、まあ、ただ打撃なかなかこう上げられないかもしれないですけどね。ちょっとね、練習でミートを上げていく、そんなことをしないといけないので、この辺使って、ただ合宿に向けてのカード調整はまあまあまだまだいいでしょう。ちょっとカードシャッフルなんかもこんなタイミングで使いつつ行こうかな。贅沢にもカードをたくさん使っていく。感染が来たな。ちょっと一回進んでみようかな、これで。感染は使わなさそうな感じがするな。だったら、まあ、うちは試験後は、まあ、いいメンツは、必ず練習効果アップするんで、まあ、こんなクソほど贅沢な感染の使い方をしていく。このクソ贅沢な感染の使い方をしていく。そして、スケジュールを見直ししていく。で、練習を指示していく。やっていきましょう。で、小松原、まあこの何日かミートにしておけば大丈夫かな。はい、左にとかする期間もねもちろん欲しいんですけど、まあまだそこはいいかなと。よし、これで OK でしょう。で、こっからカード調整しつつもやっていきましょうという感じでやっていきましょう。あのアイドルはもうおそらく試合始まっちゃうけど、まあでもうまく使えるならよしという感じでしょうかね。よっしゃ、これ新入生マジここまででかなり育てられた。おー、ナイス。
アロマテラピーぐらい使ってやろう。で、あのアイドルで関西アイドルを最後に狙いに行く。あーでもまあもうほんとすぐ予選始まるけど、まあ2回目で4マスぐらいは進めるはずなので、まあ様子見だな。いやアイドルでもなかなか来ているので悪くはないです。さあいい練習。でもまあどうせ使っていいと思うんだな。ガッツ、もうこれ以上評価を高めてどうするんだガッツという感じではありますが、しかしガッツ、まあ一応関西アイドルやろうかなと思います。これで信頼度も上げて、もう体力はこれで問題なくなって、合宿まで突っ走っていきましょうという感じになります。さあ7月ついに予選が始まっていきます。川澄コントロールちょっと上げていかないといけないけど、まあ低めを狙いつつっていうところで、まあ甲子園でなのでずーっと低め丸を使うようなイメージで僕の中ではいるんですけどね。ちょっと球速が上がりすぎたね。まあいける。変化中心とコントロールとスタミナ、もうほぼほぼよ。 OKOK、 ほぼほぼうまくいっているということでいいでしょう。さあ田崎も総力はいいので、ミートをまだ上げる。さあ小松原 OK、 ミート B で記者チャンスに備えられる。でまあパワー飛行角は持ってるんで、まあミート系のもうあれが手に入ればいいんで、あとは総力上げて走れるキャッチャーにしていきましょう。強いよ、激強プンプン丸ですよ。これはやっていきましょう。いや大沢マジでいいぞ、いいぞこれ。特能を使えばね、まあまだレギュラー確定ではないんで、もうほぼほぼレギュラーこれは取ってくれるんじゃなかろうかという期待はありつつも、まだ確定ではないのでまだね置いときますけれども、うん。これはちょっと楽しみですね。一つでガッツも OK、 もうこれでちょっと補給上げていこう。多分ミートパワー88ぐらいで最後完走するような綺麗な感じじゃないかなと思うんで、よし、ようやく打撃能力整ったということで、こっからは彼のね見せ場ですね。はい、どんどん打ってもらって期待していきましょう。ふわゆ、さあ小向かいパワー、小坂パワー、滑川と沖山と張本、いやーもうこことここは絶対打ちますね、絶対打ちますね。これこの夏から予選からもう3割余裕でいくでしょう。そんな期待を持てる2人だと思います。さあ数人が誰なのかによる。シャッフル、シャッフル、ルー、急にローを出していく。まあじゃあとりあえずマシン打撃使っていいメンツだったら次徳田使うみたいな感じでいきましょう。さあローとエレン兵長が同じ声優さん、リヴァイ兵長とエレン兵長って今言った、リヴァイでやっていきましょう。いや合宿に向けてそれ置いといてもよかったんだけどね。普通にいいカード揃ってるから、 2マスだからわざわざそれ使う必要なかったな。でも小坂小向か選ばれてるんじゃないこれ。いやこの2マスじゃ誰が選ばれたかわかんねえな、やば。ガッツ選ばれたかもわかんねえ、この2マスじゃ誰が選ばれたか。
まあ天才だから古田を選びましょうか。さあ1回戦始まっていきますよと、頑張っていきましょう。うん、表の攻撃よろしくお願いします。次南高校一塁側ということは、これはあれのあれのあれですね。まあ仕方ない、やっていきましょう。裏の攻撃ってやつですけど、で才能開花選ばれちゃいますけど、キャッチャー B 高城、本当にこれ相手はいかにもまあ高校生らしい、まあ153キロってね素晴らしいピッチャーですけど、高校生らしいチームですけど、これ本当に高校生なのかいと、うちのチームはね。これドーピング本当に高校生かと、本当にお前ら17歳18歳かと。まあ浪川とかに関しては15歳かもしれないですしね、それをもう証明してもらうためには、もう学生証を持ってクパーっていう写真をね撮ってもらわないといけないなと思う感じはありますけどね。おっといけない、こんなことを言ってるとウームに契約解除されてしまうので、気をつけていきましょう。やっていきましょう。強っ強っ強いなぁ、ロマンあるなぁ、強いなぁ強いなぁ。よし、急成長ナイス。とりあえずなんか走らせろと言わんばかりの数字だったので、走らせてやりましょう。ん、霞って阿部平よな、今さらな問題が。いやー渋い、流し打ちつけ、試合で流し打ちつけ。古田サイクルヒットとかもちろん狙いに行っていいので、まあ、この打席ぐらいでじゃあ才能開花使っといて、ほら行け渋い。さあガッツ3ラン打ってます。いやガッツついに能力整ってるからな、ついに能力整ってるんで、この夏からめちゃめちゃ楽しみだよガッツ。抜けろ、やっていきましょう。いやもうこんなに点取ったのかいと、4回で9点取った、これはすごいぞ、これはすごいぞ、これはすごいぞ。なんかアウトになりそうな気配がないぞ、もはや。お、アウトになってるマンがいるな、ここに。ダメだぞ、田崎。頑張らないとダメだぞ。ツーアウトですが、お祭り男を使ってあげましょう。田崎もそろそろ存在感を見せてほしい。もう来年も正捕手というのが確定しますので。お願いしますよ。ハリさん、ホームラン打ってる。ちょっとこれダメだからね、ホームランだけダメよこの打席でも。よし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 。いや裏の攻撃しょっぱいのよこれ、さよならになっちゃダメだから。成功するんかい、ハリさん普通にもうめちゃめちゃ強いやないか。そしたらまあこれをやらないといけなくなっちゃうんでね。さあ、なめなめなめかわ、ホームランだけやめてくれよ、やめてくれよ。はい、届くな、届くな、これ怖いな、届いちゃうな俺の思い。これセーブになっちゃうな、そして阿部ちゃんも。いやー3投決まるよな、阿部ちゃんだと。
決まっちゃダメなのよ。いやー参ったな。どうしようか。いやーサイクル狙えるような選手だしな。いやーガッツであれになるのもあれ。3だからアウトになれ。よしオッケーナイス。よし。いやまたこれもうだからダメなのよ。だからダメなのよ。うわ、スリーベース打てないな。スリーベース無理だな。この狭い球場で。サイクルヒットは無理か。アウトになるよ。よし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 。そしてガッツ。さあ、宮台投手ですね、相手は。三つ行くな三つ行くな。ごめんねみんな、こんなうちの選手たちごめんね、こんな野球をやらせて申し訳ないと思っている。私は君たちにはもっと本気で野球をやらせてあげたい、監督としてはね。ただ情勢が情勢だ。やっていきましょう。だからそう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 、こうなったらいいのよ。こうなったらこうしてこうしてこうですよ。まあまあまあ点を取られておきましょうか。まあ今の攻撃でもね、ミートと走力と結構経験って入るんですけど、やっぱりいっぱいこうバン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 打っていく、そういう野球をやりたいんでね。まあ一旦ねちょっとね、秋ゲーム TV ラジオでもやっていきましょう。秋ゲーム TV のオールナイトニッポン、トゥ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 でって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 。こんばんは、QMTV です。皆さんこんばんは。いやー、それにしてもね、最近ちょっとホットな話題がありまして、まあね、こうお昼のワイドショーなんかを見ていてもね、この私の所属事務所の名前がねちょっと良くない感じでね、使われ、まあ出てくるので、使われているというか、良くない話題で出てくるのでね、悲しいなぁなんて思う、このね、最近ではあるんですけれども、まあ、先ほどもね、ちょっとね、出てきましたが、まあ、名前は出しません。契約解除になったんですけどね、その、僕が知ってる限りでは、ウームを契約満了で、じゃなくて、その契約解除で辞めたクリエイターって多分初めてな気がするんですよ。その、双方の話し合い以外で辞めたのって。この場合一体どうなるんだろうなっていうのが普通に気になっていて、まあ、決まっていた仕事も多分あるだろうし、まあいろいろその、刑期を満了していない仕事もね、間違いなくあると思うんですよ。そういう違約金とかってどっちが払うんだろうとか、何も知らないなと思って、事務所の人にはそういうのをね、ちょっと教えてほしいなと。みんなにちゃんと今回のいろいろの情報を開示してほしいななんてね、ちょっと今日、うわ、ワイドなショーなんだわかんないけど、なんかを見て思ったわけですよ。そんなこんなでやっていきましょう。さあやっていきましょう。さあこれで本気出せる。これでもうあと6点取れるか。もうなんならちょっと負けといてもいいんじゃないかと思ったんですけど、それはさすがに怖いので、えそこで打たれる、いいんじゃない、これくらい点取られといてもいいんじゃないの。よし、やば、2アウト1塁とかやば、普通にちょっと本気出すわ。そろそろ本気出していこう。なんならなめかはもうこれ代打だな。ちょっともうオール育成枠でいきますよ。ちょっともうこれは本気出すわ。とりあえずこれは使っといて、代打にこっち出して、代打にこっち出して、でダイソーに、ちょっと総力上げときたいメンツが多いと思うので、ダイソーにこうやって、こうやってやって、でより足が盗塁がうまい小向かいの方をダイソーに出して、
代打の方に小坂を出して、よしこれで全員上級生になったんで、さすがに逆転できるでしょう。こっからちょっと逆転できないとさすがに笑えないですからね。笑えない冗談になっちゃうからね。よしよしよし。いやでも宮台投手はめちゃめちゃいいですからね。なんでクビにしたっていうぐらいのねピッチャーですからね、日本をね。はい、もっと能力高いよと思いますけどね、僕なんかがこう見ちゃうとね。よし本気やで。1回戦で負けるわけにはいかないからな。おっと入ってくれよ、入ってくれよ、入ってくれよ。おっとあと2イニングで1点絶対取らないといけないぞ。おっとこんなところでホームランとかダメだぞ絶対。おっと状況がおかしいぞこれは。ちょっとこういうハラハラドキドキする展開も悪くないと。まあただここで古田が出てくると、サイクルヒットじゃない威圧感チャンス。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。5の5、これでこれで5の5。まあそしてこの後ガッツですからね。何を隠そう、この後ガッツ、くせ者まだ置いていたと。よし、ここでガッツで、ここで広瀬ですよ次で。結構カードも残しておいたので、オッケーオッケー。広瀬広角に変わるのは怖いんで転がせの方でいきますね。パーヒ広角、パーヒ広角、パーヒ広角。76打点、えぐい76打点。よし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 。いや怖いね。いやでもまあ9回までやってもいいけどね。そしたらまた育成につながるとか、そんなこと言い出すとめちゃめちゃ怖いんでやんないですけどね。てかまだ同点ですからね、気を抜かずいきたいところです。いいし、いい狙いですね。本当に転がしましたね。田崎何やってんだ、何ノーヒットなんだお前は。くわー、ノーヒットからのって感じですよね。取れ、さあなんてすごいんだ井端。まあちょっと焦ったのがもう恥ずかしいぐらいのチーム力が本当はあるんでね。さっき焦っちゃったのがちょっと恥ずかしいですよ。さあ広角打法持ってます阿部ちゃん。取られるな、取られるな。まだ攻撃したい、まだ攻撃したい。さあ川澄決めちゃおう試合を。はい、ああーミスったかもこれ。古田に打席回るんだけどミスってない。あー古田決めに行け自分で。いやでも一番確率が高いのはセーフティーでしょ。古田威圧感チャンス、6の6でいこう。6、よーさすがだ、6の6でいけるのはさすがだ。おーおーおお、カバーできるんだねこのゲーム。これはいわゆる阪神タイガースの山本選手ですか。これは阪神タイガースのね、皆さんお間違いなく阪神タイガースです。
さあ、ガッツ打ってんだな、打ってんだな、ガッツ。ガッツ、12本41打点。あ、てか、あれだな。凡退してない、まだあるな。あ、でもごめんね、ガッツ。ここは一つ。率も上げに行かないといけないので、5割打てないといけないんでね、ガッツは。で、これ気がつけば、待て、10対16じゃん。ダメじゃん。10対16ダメじゃん。6点、おいおいおい、気がつけばこれ、おい広瀬、打点稼ぎたいわ普通に。いやーすまん広瀬。おい、裏の攻撃やっぱしょっぱいな。もう甲子園は低め変化球しか使いません。それで低め丸、甲子園で取りに行きます。それまでに全部能力を上げてくる、まあ、変化球以外ねっていう感じでいきましょう。いや、これ表の攻撃だったら何点取ったんだろうっていう、30点はいったな間違いなく。楽しみすぎる。まあハリさんがそしてねホームラン打ってると、ハリさん広角も持ってっからな。ほらレフトにホームラン打ってるし、だから意外とやっぱ広角の方で打つのもね全然ありなんですよね僕の中では。おおおお、え、小坂がチャンスシーンに上がった。小坂、小坂、ふわゆ、え、ちょ待って、レギュラー争いこれはもうめちゃめちゃあれだわ。小坂ここか、チャンスシーンに上がった。これはじゃあもう小坂外野、小向井セカンド、大沢ショートっていう形か。来年小平にあんなに時間かけて頑張ったのに小平レギュラー取らないの、このまま、このままそう。小平の顔を撮るのに3時間ぐらいかけてるんですよ配信で、っていうね、というね、はい、ところはあるんだけれども、まあいいか。そんなこんなで、まあとにかくいいスタートを切りましたねという感じでございますので、引き続き頑張っていきましょう。ここは全然信頼度上がってないけど受けるんだな。まあ滑川を持ってくるんだな。でハリさんは多分この威圧感も効いてるので、いやーロマン、これが天才って、ロマン、ロマンがあふれるわということで、頑張ってやっていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。